な。かつてこの世の全てを手に入れた男ゴールド・ロジャー、彼の死に際に放った一言は人々を海に駆り立てたという。グランドラインの果てにあるというワンピース、その宝を狙い世界中の海賊が海へと乗り出した。人々はロマンを追い求める。世はまさに大海賊時代。お前なんかが海賊になれるか。なる。俺はいつかこの一味にも負けない仲間を集めて、世界一の財宝を見つけて海賊王になってやる。ほう、俺たちを超えるのか。じゃあこの帽子をお前に預ける。俺の大切な帽子だ。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。怒りを上げろ。頬を張れ。出発だ。そして少年の冒険は10年後のこの場所から始まる。10年後。いやー、今日は船出日和だな。まずは仲間集めだ。10人は欲しいな。よっしゃ、行くぞ。海賊王に俺はなる。かくしてモンキー D ルフィは幼い頃に出会った偉大な俺は今一緒に海賊になる仲間を探してるんだ。で、まさか縄をほどいてやるから力を貸せだの言い出すんじゃねえだろうな。別にまだ誘うつもりはねえよ。前悪いやつだって評判だからな。前に逃がしてもらわなくても、俺は自力で生き延びる。1ヶ月ここに生きたまま突っ立ってりゃ解放されることになってんだ。何が何でも生き延びて、俺は俺のやりたいことを成し遂げる。じゃあゾロが捕まった理由ってのは町の人を助けようとしたからなのか。ええ、そのことでここの基地を治めるモーガン大佐という人を怒らせてしまったみたいです。あの人、噂通りの悪人なんでしょうか。ドロナーゾロの公開処刑は密告に決まったらしい。ひどい話だが、大佐に逆らえばこっちが死刑だからな。1ヶ月こらえれば解放する約束じゃ。決めたぞコビ、俺はゾロを仲間に引き込む。ただじゃすみませんよ。例の大佐が怒って下手すれば海軍が動く恐れも。そん時はそん時だ。俺ゾロに会ってくる。
ゾロを仲間に誘うぞ。ピストル、ピストル、よっ、はい、ここから先は立ち入り禁止だぞ。ゲオン、俺はゾロに会うんだ。ゾロノアゾロの仲間か。あいつを捕まえろ。やれるもんならやってみろ。来たのか。海賊の勧誘なら断ったはずだぜ。ほらルフィ、縄を解いてやるから仲間になってくれ。話聞いてんのかってね。俺にはやりてえことがあるんだ。誰が好んで海賊なんて下道になるか。別にいいじゃんか。お前もともと悪い賞金稼ぎって言われてんだから。世間でどう言われてるかは知らんが、俺の信念に後悔するようなことは何一つやっちゃいねえ。知るか。俺はお前を仲間にするって決めた。お前大事な刀取られたんだろ。俺が奪い返してやるよ。そして俺から刀を返してほしけりゃ仲間になれ。何？タッチ悪いぞてめえ。よし行ってくれ。早く刀を探さねえと。怪しいのはあっちだな。Let's go!
さ、ドロノアゾロの仲間らしき者が基地に侵入した模様です。反逆者は皆殺しだ。さっさと始末してこい。直ちにロロノアゾロを処刑しろ。なんだと、約束が違うぞ。ルフィさん、処刑が早まったみたいです。急いでください。難しいわね。ま、あたしには好都合だけど。おかんこの守備を強化しとけ。あそこには貴重な海図があるからな。やばい、海軍がこっちに来た。強さなど俺の権力の前にはカス同然だ。構えろ。俺はこんなところで死ぬわけにはいかねえんだ。あいつの分まで強くなり、敵
天国まで名前が届くように世界一強い大剣豪になると約束したんだ。だからこんなところでくたばるわけには。三刀流なんでね。ここで俺と一緒に海軍と戦えば政府に立てつく悪党だ。このまま死ぬのとどっちがいい？てめえは悪魔の息子かよ。まあいい、ここでくたばるくらいならやってやろうじゃねえか、海賊に。海賊にはなってやるよ。だがいいか、俺には野望があり、世界一の大剣豪になることだ。そうなりゃ名前の上浮上も言ってられねえ。世界一の大剣豪、海賊王の仲間ならそれくらいなってもらわねえと俺が困る。何かを食ったに違いねえ。ピストルがダメなら切り殺せ。とっととそいつらを始末しろ。ゴム人間、それにノロノアゾロ、あんな奴らと戦えるわけがない。弱音を吐いた奴は俺が死刑にしてやる。俺の部下に弱卒はいらん。どうかしてるぜこの軍隊は。絶対だ。逆らった奴は残らず処刑してやるぞ。